はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ブレイブリーセカンド、前回の続きをやっていきたいと思います。とりあえずアニエス様がさらわれて、まあアニエス様を助けに行こうとしたら、まあジャンに裏切られて一人ぼっちになっちゃったっていうところからですね。とりあえず森から出たところにいるんで、まあ何にもないよねあれ、なんか武器とかある？スティンガーとかあるんだけど、あいつが装備してたやつかなお、パクっちゃおう、そのまま。スティンガー。これ二刀流できん、あー、多分あれかな。二刀流がないと弱いな、多分。攻撃力普通に下がるし。盾がいいっすね。お、巡礼者の帽子がある。これもパクりましょう。巡礼者のローブ。魔法攻撃と魔法防御が上がるけど、まあ今戦士タイプなんで、このままでいきましょう。うん。なぜか裏切り者の武器が手元にあるっていう謎の状況ですね。うん、ウサギ一体だけど、ちょっと今一人しかいないんで、ブレイブを使って畳みかけましょう。ほら、外したー。危ねえ。1しかない経験値が。ニコライのおっさんはどうなってんだ。ジャンに裏切られちゃったよ。ああ、ユウ様、ご無事でしたか。アルフレッドさん、無事だけど、どうしたの。帝国の一団が再び大聖堂に押し寄せてきたと。なんだって。ニコライさん。ああ、ユウ様、急げ、大聖堂へ。あ、自分で動かすのね。とりあえずセーブをしましょう。まずオッケー。用はない。回復はポーションしかないけど、まあ何個か手に入れたからいいかな。とりあえずそのまま大聖堂に向かっちゃいましょう。走れ走れ。一団が押し寄せてきた割には結構街静かだなおー、やられてる。あ、ニコライさん。ニコライさん、大丈夫ですか、ニコライさん。ユウ殿。見ての通りです。見ての通りって分かんないんだけど。帝国の者たちにやられました。ここにいた騎士たちは全滅し、そして私もどうやらここまでのようです。そんなこと言わないでください、ニコライさん。自分で回復魔法で直せないの。ユウ殿、あなたはなぜここに。ジャンが裏切ったんです。野営地にいたみんなも殺されてしまったんです。その上あなたまで失ったら、俺は一人に、本当に一人になってしまう。そうですか。まさかそんなことになるとは。であるならばユウ殿、あなたに一つだけ頼みが、いや、お願いがあります。あなた逃げなさい。逃げてばっかりだなこいつこの不毛な戦いから逃げるのです。そして生き延びてください。何を。帝国の力は強大です。決して一人で立ち向かえる相手ではない。無駄に命を散らすのではなく、生き延び、ユウ殿らしい人生を謳歌してほしい。これは私の最後のお願いです。どうかお聞き入れください。私は三重士の最年長者として、あなたの成長を見守り続けてきました。家族のいない私にとっては実に
息子のように思えましたよ。だからこそ言う。あなたには生きていてほしいのです。息子の死を願う父いないよ。ニコライさん、いいですか言う。大事なことだから二度申し上げます。どうかあなただけは生き延びてください。おお、ニコライさん、ニコライさん、ニコライさん。三重士いきなり壊滅したな。こいつ何モンスターみたいな感じだな。皇帝陛下、アンネって名前なんだ。エタルニア公国総司令部の制圧がほぼ完了しましたわ。よろしい。してジャンはどうしている？ジャンの任務は半分は成功で半分は失敗した模様ですわ。騎士団は概ね殲滅しましたが、ユウを取り逃がしてしまったようですもん。ほう、またしても生き延びるとはな。だがそのような不屈の者こそここで否定しておかねばなるまい。黒巫女あやめ。陛下、任せてよ。そのユウってやつをいたぶって苦しませながら殺してあげるよ。そのように遊ぶ必要はない。なんでチャイナみたいな感じで喋ってんだ。ただ排除すればよい。ん、そうなの？チェッツはなの？クーフーリン、お前はエタルニア公国制圧の仕上げにかかれ。承知いたした。お任せあれ。うん、クーフーリン、扉の開け方は教えたはずですわよ。これは失礼おば。我が生まれし時代には扉などというものはなかったからの。え、別の時代なの？目の前の障害は全て打ち砕く。それが太古の戦士の習いにて。てか、なんで馬なのあいつ。なんと荒々しい方ですこと。戦士としては極めて優秀なのですが。その力戦場にて存分に振るってもらうとしよう。死刑、盛況なる帝国兵たちよ。皇帝陛下より勅が下された。これより我らは殲滅戦に入る。殲滅戦とはこれすなわち全兵力をもって突入し皇国の兵士どもを滅殺することである。よいか。決して手加減などせず、歯向かう者は容赦なく切り捨てよ。逃げ出す者も容赦なく追い立てて切り捨てるのだ。では行くぞ。なんかしょぼい。チャラン軍曹、直って何のことでしたっけ。バカ、そんなこともわからんのか。皇帝陛下のご命令ってことだ。ご覧二等兵。滅殺とは何のことでしたっけ。いいから行くぞ。ユウ様、どうされたのですか。旅支度などされて。逃げるんだよ。決まってるさ。アニエス様を救いに行くんだ。そんな危険です。帝国を相手にたったお一人で行かれるなど。帝国兵が攻めてきて町は大丈夫だったの。分かってる。でももうその役目を果たせるのは俺しかいないんだ。だったらやっぱり行くべきだよね。三重士のリーダーとして。ユウ様、しばらく家を空けることになる。その間家のことは頼んだよ。アニエス様を救い出して、きっと必ず戻ってくるから。なんとご立派になられて。
さすがはクリスタル聖教を支えてきた名門中の名門、ゼネオルシア家のご当主にございます。亡きお父君やご先祖様たちがお聞きになったらどんなにお喜びになることでしょう。アルフレッドさん。承知いたしました、ユウ様。このお屋敷のことは私めにお任せください。ファンダル・ゼネオルシア様のご加護がありますように。ありがとう。それじゃあ行ってくるよ。ニコライさん、あなたはこの戦いから逃げるよう言ったけど、やっぱり俺頑張ります。たった一人になってもアニエス様を救出すること、それが俺たち三重士の、いや、このゼネオルシア家に生まれた俺の、ユー・ゼネオルシアの使命ですから。とりあえず寝た。よーし、朝になったから行きましょう。じゃあ行ってきます。これからどうすればいいんだ。とりあえず一人で行くってことになったけど、外に出て、本当に外に出ればいいのかな。とりあえず魔法屋さんを見てみよう。少しはお金が貯まった感じがするんで、まあまだ使えないね。買うかい。買っときましょう、ヒールは。なんか多分ここら辺はすぐ使えるようになりそうな気がするんで、攻撃魔法も1個買っときますか。アイシクル。まず金不足だな。もう40円になっちゃったよ。とりあえず外に出ればいいのかな。街の人に話しかけても。ポーションを買い込んでおけ。ポーション買うお金がないっす今。週末の世界が訪れる。そうは言ってもね、どうにもできないですよ。目的地とかないんだけど。オートバトル、Y ボタンを押せばリピート。 OK。 繰り返したい行動を3つまで保存できる。また森を抜けないといけないのかな。とりあえずあっちにびっくりマークがあったから森に行きましょう。オートバトルリピート実行。 OK。 こいつは経験値1しかくれないからな。まあ所詮ウサギですからね。あ、橋が崩れてる。橋が落ちてる。やれやれ、もう一つの道を行くしかないな。別に高いところが苦手だからってほっとしているわけじゃないぞ。こいつ一人で何言ってんだ。完全に頭のおかしい子だぞこれだと。あ、そうか、オートセーブしてくれんのか。敵か。何、どこにいる。来るなら来い。一人だろうと俺は負けないぞ。来ないか。めっちゃビビってんなこいつ。気のせいだったのかな。ま、これだけ鬱蒼とした森だ。風が吹いただけだよ。きっと、独り言が増えたな俺。自覚はあるんだ。すごく寂しい人みたいだ。いつもジャンやニコライさんと三人だったからな。まあとりあえず森を探索しましょう。とりあえず宝箱。これ地図がないと宝箱が分かんないな。チラッとしか見えない。3発か。
こっちの宝箱は200円。上に宝箱があるんであれを取りたいけど、毒消し、こっち側からはいけないか。もうおお、ミスの確率が多い、やばい。この雑魚敵を一発で仕留められないっていうのがかなり致命的だな。装備も奪ったのに。あの光物は地図には映らないですね。もう4回攻撃すると絶対ミスる。 25% くらいの確率でミスるんだけど。あれ？どちら？こっちか。カシの棒、今剣士タイプだからな、あんまり杖って言っても強そうな感じがしない。あ、リンゴマンだ。リンゴマン、リンゴマンも弱いっすねリンゴマンも1しか持ってない経験値。杖をちょっと見てみましょうか。あ、杖の方が強いこれにしようおかしくないこの基準。ちょっと右の方へ行って、あー宝箱が見える。これはちょっと取りに戻ります。くらい、撲殺だなこの1体ずつ倒してたらあと25体倒さないとレベルが上がんないっていう。おお、180円、取りに来た甲斐があった。お金は貴重ですからね。最初ゲームの種類によってはすげえ金余ったりするんですけど、これはどうなんでしょうね。買い物がいっぱいになりそうだからな。ほらほら、撲殺天使。カマキリは経験値2ですね。あまり強さ変わんないと思うんだけど。テレポストーンって何？テレポストーン。おお。ダンジョン入りたて。ダンジョンの入り口に戻ることができる。緊急脱出用ですね。それはいいな。あそこにもアップで宝箱が見える。フェニックスの今一人しかいないからな。フェニックスの追って言っても暗い。リンゴマン、セーブ屋さんがいる。この先は危険だぜ。ボスか。レベルは全く上がってないんだけど。あ、テントがまだ張ったまんまだ回収されてない。あの時野営した場所か。あ、しかも雨降ってきたじゃん。ちょっと休もうよ。いや、テントに入ろうよ。天気も崩れてきたか。仕方ない、またここに泊まろう。一人きりってこんなに静かなんだな。さっきのなんだ寂しくない歌い出したぞ。一人ぼっち頑張れユウ。セーブのおじさん誘えばいいのに。というわけで俺は再びこの場所で野営することになったのだった。忌まわしい出来事のあったこの場所で再び夜を明かすのは耐えられそうに気が進まない。風は強く、木々のそよぎはまるで死んだ仲間たちの怨念。くらうわ、何書いてるんだ俺。なんか本当に怖くなってきちゃったよ。俺お化けだけは苦手なんだよなって、あれ今人影が誰？
誰かそこにいるの。見間違いだよね。完全になんかもう精神病だな。ビビってるから何でも気になっちゃうんだな。うん、なんか怪しい人形みたいなのが。な、何この人形。さっきまであったっけ。おお。なぜだユウ、なぜ私たちは死んで、お前だけ生き残った。ああ、なんか押しちゃったのか。人玉がいる。え？何？こっちはいけないよって。こっちもいけない？完全にアンデッドだな。特に目的地が記されてるわけではないので、通せんぼされてるところはいけないみたいですね。こっちはなんだっけ？あ、メインって書いてある。え、なになに？あ、こいつか。見えなかった。ほわー。なんなんだよ。殺してあげるわ。え、この状態で戦うの？完全に腰抜かしてんじゃん。え、普通に腰抜かしてんだけど大丈夫？あ、やめ。ダメだ、腰が抜けてるみたいなこと言ってくる。ブレイブもデフォルトも使えないな。スピン技。じゃ調べてみましょう。いってー。撲殺すればいいのに。なぜならね、なぜならね、死ぬのよ。お前はここで死ぬのよ。さて、男の子でしょ。エタルニア公国、この石団長、イデアリー、君を助けに来たよ、ユウ。イデアリーって、まさか、あの…詳しい話は後、まずはあいつをやっつけるよ。はい。あとはイデアがどれくらい強いか。226、弱っ。1のイデアは俺レベル70くらいまで鍛えた気がするんだけどな。おかしいな、こんな弱かったかな。物理攻撃を受けると魔法で反撃。3ターン。今ウォールがかかってるから、よし、ここで全てを使う。こいつ何かアビリティある。スピンかよ結局。作品をまたぐと弱くなるっていうお決まりのパターンですね。いけいけ、殴れ。ほら、撲殺しろ。ああ、またボール張ってきたか。とりあえず耐えましょう。ここは3ターン。うん、イデアがちょっと減ってきたな。大丈夫か。ちょっとアイテム使おう。ポーションが9個。音がなくなったんだけど。邪魔が入ったところで同じ。私は黒巫女アヤネ、
ポーション。よーし、ブレイブブレイブ、攻撃攻撃攻撃と。くらい。お、ピチカル。攻撃力が全然違うな。イデアの方が全然違う。強い。青強いし。戦う。ユウちょっと自分で回復しよう。でイデアは攻撃して。くらい。ウォールを張ってくるな。リディアが若干やばいか。ブレイブブレイブ。ほら、オーケー。おお、これボスでしかレベルが上がってないんだけど。ブレイジング。おお、アスタリスクだ。これがジョブ能力ですね。ウィザードのアスタリスクを手に入れた。ウィザード、魔法をさまざまな形に変えて攻撃。精霊魔法と収束区を操る。おすすめ武器はロッド。うん。知性が高い。まあ、魔法系ですからね。弱いやつ派遣してくるんだよ。逃げるの？待ちなさい、こら！ぐ、逃げられちゃった。でも助かりました。もうダメかと思いましたから。ところで、あのイデアリーさんって言いましたよね。あ、そうだよ。っていうことは、つまりあなたは。エタルニア広告元帥のご令嬢、そしてアニエス様の盟友、かつてクリスタルを闇から解放して世界を救った光の戦士として聖教に伝わる、あの世界を救った光の戦士か。違いました。いや、私はそんな大層なものじゃないよ。私は私だしね。それにしてもびっくりしたよ。占い師のおじいさんが言った通り、本当にここでピンチだったし。君もアニエスを助けに行くんでしょ。よし、一緒に行こう。え、一人より二人の方がいいでしょ。どう？仲間になってくれるってことですか。いやかな。いや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 。嫌なの？いえ、嫌じゃないです。どっちなのよ。もちろんすっごく心強いです。そりゃよかった。じゃあまずは占い師のおじいさんのところに行こう。ユウを助けたら戻ってこい。そしたらもっと重要な情報を教えてやるって言ってたし。重要な情報？何でしょう。それを確かめなきゃね。まだエタルニアの町にいるはずよ。行きましょう。はい。お、イデアがパーティーに加わりました。ジョブチェンジ。アスタリスク所持者を倒してジョブを手に入れることができるぞ。オーケー。とりあえず、じゃあイデアをジョブチェンジさせましょう。ピンかウィザードしかないからな今は。ウィザード、装備エイド、杖とかの方が、うん。でもこっちの方が強い。素手バックラー。頭は何にもない。クロスアーマー。巡礼者のローブの方がまあいいっすね。てかこいつも剣士系か。アビリティは
品のアビリティ調べるしかない。調べるってあんま使わなそうだな。結局精霊魔法、精霊魔法だし、サポートアビリティは何にもないでしょう。1個買いましたよね、魔法。一応精霊魔法つけとくか。よし、でこれは今度戻る感じか。上の方に落っこってるのを見かけたけど、あれ、ここテントがあったとこ。とりあえずじゃあセーブしますか。この先は危険だぜ。どっち側だよ。ああ敵が出てきた。一旦終わりにしようと思ったらカマキリ小僧か。リピート。ほらほら、イデアの方が全然強いな。レベル1しか違わないのに。はい、というところで、じゃあ初めてのジョブウィザードを手に入れたところで、今回はこれで終了したいと思います。